ウラジーミル・アレクサンドロビッチ・クリュチコフは、ソビエト連邦の政治家、チェキスト。ミハイル・ゴルバチョフ時代に、ソ連国家保安委員会議長。上級大将。ソ連8月クーデターの首謀者の一人。妻は、エカテリーナ・ペトロブナ。1924年、スターリングラードで生まれる。父アレクサンドル・エフィモビッチ・クリュチコフ、母マリア・フヨードロブナ・クリュチコバ。 祖母のリリジア・アヤココブ・レブナ・クリューチコバは、ドイツ系ロシア人。1944年、ソ連共産党に入党。1945年、サラトフ法律専門学校に入学。翌年全連邦通信法学大学に移る。1946年、スターリングラード、青年共産同盟支援会、第二初期、その後検察局に就職。1951年、 外務省高等外交学校、当時の中ハンガリーソビエト大使は、ユーリ・アンドロポフ、1959年8月、帰国、ソ連共産党中央委員会党機関に配属、社会主義諸国の労働党、共産党との関係調整部局で働く。1967年、アンドロポフが、中央委員会から、KGB 議長に転出するとともに、 KGB に転出しアンドロポフの補佐官となる。1971年、情報部門担当の第一総局次長。1974年、第一総局長。1988年10月に、ビクトル・チェブリコフの後任として、KGB 議長に就任。翌年の1989年党政治局員となる。1991年、 ゲンラジー・アナーエフ副大統領、ボリス・スプーゴ内相、トミトリー・ヤゾフ国防省らと国家非常事態委員会の中心メンバーとなり、ソ連8月クーデターを起こすが失敗した。クリュチコフは1991年8月21日、クリミアのフォロスからゴルバチョフたちと共にモスクワに戻り飛行場で逮捕された。 正式に KGB を解雇されたのは10月4日になる。公認の KGB 議長には、ワジム・バカーチンゼ内相が就任した。ちなみに、バカーチンは、最後の KGB 議長となった。ソ連崩壊後の1994年、会員国家会議によって、御社決議によって釈放され、その後は、年金生活を送っていたが、 政治活動も続け、イーゴリ・ロジオノフ元国防省らナショナリストの退役軍人とビクトルイ・イリュキンやアリベルト・マカショフラ、ロシア連邦共産党の保守派政治家によって結成された、軍、国防産業、軍事科学支援運動に参加しており、この団体は、ボリス・エリツイン政権の打倒トレフ・ロフリン中将を担いで、ロシアでの軍事独裁政権の樹立を画策していた、 と申される。2007年11月23日、モスクワで死去。83歳だった。ありがとうございます。